人間を堕落させるのは自分の目ではない、他人の目だ。自分以外の全ての目が見えなければ、おしゃれな服や立派な家具で自分を飾る必要がない。ある意味火に似ている。ちゃんと使えば優秀な召使いだが、私が死んでもこのことだけは覚えておいてくれ。正しいことをしているならそのまま。怠惰な手を持つ人は貧乏になり、勤勉な手は富をもたらす。天命を待つのもいいが、その前に火薬が水に濡れないようにしておかねばならない。最初の数千ドルを稼ぐ方が、その後何百万ドルも稼ぐよりも難しかった。与えよ、さらば与えられんである。私には資産家の知人がいて、その男が言うには、裕福になり始めた途端、サイ君が豪華なソファーを新しく買い求めたそうだ。そのソファーのおかげで、と知人は続けた、3万ドルも使うことになったんだよ。ソファーが家に届けられると、それに釣り合う椅子がいるということになった。すると今度は、それらに釣り合う食器棚、カーペット、テーブルが必要だとなり、結局は家具すべてを買い替えることになった。話はそれで終わらず、ついには家そのものが、それらの家具を入れるには狭すぎるし、流行遅れだしということになって、家具に釣り合う家を建てたのだそうだ。こうして、と友人は付け加えた。たった一脚のソファーのおかげで3万ドルも使うことになった。それだけじゃない。召使いや馬車、ご立派な住まいを維持していくための費用が年に1万1000ドルもかかる。もちろん全部僕の金だ。今じゃ金がなくて救急としているよ。それに引き換え10年前は実に快適な暮らしだった。稼ぎは数百ドルしかなかったけれど、今ほどあれこれ気を使う必要がなかったからね。もしだよ、と友人は話を締めくくった。もし僕の稼ぎがもっと少なくて、僕自身が身なりを飾りたいという誘惑に負けていたら、あのソファーのおかげできっと破産していたよ。人生において成功を収めるための基盤となるのは心身の健康である。健康こそが私たちにとって最も基本的な財産であり、幸せを手にするための要である。病気を持っていたら財産を築くのは難しい。野心も元気も力も出てこないからだ。もちろん世の中には自分ではどうにもならない事情で健康を壊している人もいる。私もそういう人に金持ちになれなどと言うつもりはない。しかし、自分で何とかできるはずなのに不健康な人が多いのだ。心身の健康が成功や幸せの基盤だとすると、健康のための法則を知ることが重要になる。健康のための法則といっても特別なものがあるわけではなく、自然の法則そのものと言っていい。自然の法則に従えば従うほど健康になれるのだが、そんなものには全く無関心で、自然の法則どころか自らの体質にさえ反した行動をとる人が実に多い。自然の法則に反すると知らなかったでは済まず、必ず罰が当たることを肝に銘じる必要がある。火の恐ろしさを知らない子供は、火の中に指を突っ込んで火傷し、そうなってから後悔するが、いくら後悔しても痛みはなくならない。多くの人は分かっていながら自然の法則に反している。自分の直感はダメだと告げているのに、間違った思考を捨てられないでいる。学問に王道なしというが、もしそうなら
金儲けに王道なしも真実だと言いたい。ところが実のところ学問にも金儲けにも王道はある。学問について言えば、学問を身につけようとすること自体が王道なのだ。学ぶ者は日々新しい知識を身につけ、知性の幅を広げていく。そして日に日に知識が増えていく喜びの中で、夜空の星を観察するとか、地球上の様々なことを研究するとか、宇宙を計測するとかといった深遠な問題を解決する力をつける。これこそが帝王御用達のハイウェイであり、進む価値のある唯一の道である。では金儲けの王道は何か。それは富を築く技術、金儲けのための黄金のルール20、ET バーナー。